ですよ、はい、ねえ3ヶ月に1回伸びるのと違ってもう一生伸びてこないんだから、いただいてます、先いただいてます。会社福岡ですけど、やっぱりお客さん関東圏多いですよね。そうですね、うん、そうと、コットンの作業は最初は東京にも、うん、でも取れますよって言ってましたけど、そこのパートナーのサロンさんがいくつかあって、やっぱり数的にはカットしてしまう、買ってね、カットされる件数ってそっちの関東圏のところがあるんで、福岡で使うことだったら取られて、うんうんうん、あそこの本当にお部屋で、もちろんの時間はこのサロンは満たされてて、うん、ビルクのお客さんは夜の閉店後だったりとか、個室のスペースだったりとかで、うん、プライバシーとかを配慮した状態で、そうですね、うん、